やあ、リカちゃんが日曜日以外に診療所にいらっしゃるなんて珍しいですね。高野とお話ししたいことがありますのです。今日はいますですか？いえ、多分リサさんとデートじゃないでしょうか。いやいや、お羨ましい。どうしてリサなのですか？よくわからない名前なのです。それは本人に聞いてみてください。初対面の時のちょっとした認識ミスなんですがね、その時の先方の対応がとても面白かったもので。どんなご用件ですか？伝言でよければ今夜ミーティングがありますから、その席上で伝えておきますよ。ありがとうなのです。でも直接言いますのでいいのですよ。そうですか、わかりました。では私は書類事務に戻ります。今日は入江は診察はしていないですか？今夜のミーティングの資料作りで大忙しです。普段から準備はしているんですがね、日々の本業に圧迫されてなかなか時間が、なんて言うと準備がなってないと怒られてしまいますね。それに加えて野球までやっているのですから、つくづく入江は元気だなと思いますです。本当に忙しいですよ。家事や秘書を代行してくれる可愛いメイドさんを常時募集中なのですが、なかなか応募がありません。高野たちはどこへ行っているか想像はつきますですか？村の中をいろいろと回るだろうと思います。ああ、でもいつも待ち合わせは神社の境内なんだそうですよ。高野さんは半ドンで帰られましたから、ひょっとするとまだ境内にいるかもしれませんね。ありがとうなのですよ。神社に戻ってみますです。年に4度しかない大瀬なんですから、あまり邪魔をしない方がいいと思いますよ。どう？次郎さん。うん。シンプルなタイプだと思うよ。道具があれば、多分1分とかからないよ。さすがね。次郎さんが得意なのは、心の奥の錠前外しだけじゃないのね。こんにちは。急に脅かすなんて人が悪いわね。開かずの西宮殿の鍵を開けちゃおうとする人の方がもっと悪いのです。あダメだよ高野さん、やっぱり悪いことはするもんじゃないよ。
羽生、高野に西宮殿の中を見せてあげようと思うの。高野にごまをするわけじゃない。でも話を聞いてもらうきっかけにはなるんじゃないかと思うの。高野は根に持つから、ここで意地悪をすると私の話をちゃんと聞いてくれないかもしれない。もしも約束を守ってくれるのでしたら、中に入れてあげてもいいのですよ。本当に？西宮殿の中よ。中は中でも、防災倉庫の中とかはなしよ。本当ですよ。ちゃんと西宮殿の中なのですよ。西宮殿ってここよ。この建物の中なのよ。別にごまかす気はありませんですよ。ちゃんとこの中に入れてあげますです。ニパーに、ニパのって結構面白い人だったのでびっくりなのです。やっぱりコミュニケーションって大事ね。人を知るのってつくづく難しいと思い知るわ。中には内緒で入れるのですから、他の人に見つかってはいけませんですよ。ああそうだよね。高野さんを正気に戻しておくよ。僕はその間に鍵を持ってきますです。高野、富竹、中に入る前にいくつか約束がありますです。ちゃんと誓ってくれないとダメなのです。もちろんよ。開かずの西宮殿を古出家当主が自ら開けてくれる金を犯すのだもの。約束は守るわ。ダメだよ高野さん、ちゃんと真面目にやらなきゃ。失礼ね、私はとても真面目よ。僕の中の高野のイメージが
今大変なことになっていますのです。私もよ。高野の株価が世界恐慌で大暴落って感じ。まず、サイグデンへ入ったことは内緒なのですよ。誰にも教えてはいけませんです。もちろんよ、誓うわ。中はとても大切な場所ですから、怪我したり傷つけたりしちゃダメなのです。もちろん分かってるわ。それで撮影は可能なの？可能ですが、1枚100円なのですよ。次郎さん、あなた今いくら持ってるかしら？1万円払うとお得な1日取り放題券になりますです。安い。払うわ。次郎さん。高野はとてもいい人なのです。あんたも現金ね。大丈夫。誰もいないよ。富武が表で待っていると不審に思われますです。え？僕も入るのかい？次郎さん、リカちゃんが入れって言ってるのよ。早く入って。ああ、わかったよ。厳重なのね。錠前が外れていることに気づいた悪い猫さんが入ってくると困りますのです。悪い猫さんで申し訳ないわね。高野、猫は猫らしくニャーニャー鳴かないとダメなのですよ。ニパー。それはどういうことかしら。高野がちゃんと猫さんじゃないと見せてあげないのです。ちゃんと鈴付き首輪と猫耳も持ってきましたですよ。これをつけて四つん這いになってニャーニャー言ってくれなかったら次の扉を開けてあげませんです。え、え？リカちゃんもきついな。いくらなんでもそんなの。それが試練ならやるわ。これはリカちゃんが私の知的探求心がどれだけ一途で高貴か試しているのよ。いいわ。あなたが望むなら猫耳と尻尾付きで四つん這いになって
前足で顔を洗いながら、ご主人様大好きだにゃーだって言ってみせる。鷹野ってみんなと同じくらいの歳だったら、きっと部活メンバーに混じっていたと思いますのです。そうね。ほら、世界恐慌の時、ウォール街で噛み切れになった株券が雪のように舞ったと言うじゃない。なんかそういう感じよ、高野の株。さあさあ、リカちゃん、やり遂げてみせるわよ。猫耳と首輪だけでいいの？高野さん、そもそもこの扉、鍵なんかないよ。ほら、押せば開く。そうなの？あら、いやだ。私ったらみっともない。ち。と、冗談はこのくらいにして、押せば開きますのです。みぱーん。これは、すごいね。どうしてこんなにもたくさんの拷問道具を作ったんだろうね。だって拷問というのは相手を屈服させるのが目的じゃないのかい？こんなにいくつもおびただしい数や種類がどうして必要だったんだろう。次郎さん、拷問道具には二つの脅し方があるのを知ってるかしら？一つは使用して相手を痛めつけることで効果を発揮するもの。もう一つは、使用するぞ、使用したらものすごい痛いぞと脅迫するためのものなの。そういう意味では、いろいろ物騒な拷問道具がたくさん取り揃えてある光景は、それだけで脅迫的意味を持つものだったのよ。ね、確かに拷問というのは、実は高度な技術が必要だというような話は聞いたことがあるよ。程よく痛めつけて、かつ殺さないというのは、確かに加減が難しいことかもしれないね。西洋の拷問道具の中には、やたらと装飾過多で、実際に使用すれば痛めつける以前にあっさりと殺してしまいかねない、ある意味
拷問道具としては構造欠陥のあるものが少なくないのよ。まあ拷問道具も厳密には屈服を目的とする被験者を対象にした純粋な拷問道具と、見せしめや娯楽を目的とする観覧者を対象にした虐殺道具に分かれるんだけど、これを混同して誤解している人が多いのが嘆かわしいわね。じゃあ昔の人たちは何を屈服させようとしていたんだい？私は鬼ヶ淵村の独自の戒律を厳重に守らせるためだったと思ってるんだけど、正解？正解なのです。これらの祭具は実際に使用するためでなく、むしろ展示して村人を怖がらせて戒律を遵守させることを主眼に置いたものだと言われてますです。だから実際にこれらの道具を使う時になって、サイズが合わなかったり構造的に欠陥があったりで満足に使用できなかったという話も結構残っていますのです。でも実際に使用することもあったんだろう。やっぱり穏便な話じゃないね。戒律を守らないと親城様のたたりがあるだけではおとなしくルールに従ってくれない人たちもたまにはいたということなのです。ねえエリカちゃん、ではこれらの道具は基本的に村人を威圧するために用意されているのかしら？本当の意味での綿流しの時、食人の宴に使った調理・解体道具だっていう説があるんだけど。ノーコメントなのですよ、ニパー。高野さんによく僕も聞かされるよ。大昔の鬼ヶ淵村の人たちは、神様のお告げがあると麓に降りて人をさらって食べてしまったんだろう。どうしてそんなことをしたんだろう。これもまた麓の人々に対する何かの見せしめなのかい？私はそこはおそらく食物連鎖で人間よりも優位にあることを自覚するためにやった一種の儀式だと思っているわ。鬼ヶ淵村が外部との交流を禁ずる最大の建前が、自分たちは仙人で村は聖地、汚らわしい人間と交流すると汚れを持ち込む、そういうふうに言われてた。だから定期的に自分たちは人間以上の存在であることを自覚し直す必要があったんじゃないかしら。はあ、日本にも晒し首があったしね。見せしめは非人道的ではあるけど、抑止効果は極めて大だったというわけだ。見せしめの犠牲者がひどい方法で拷問されて絶命する。そんなのを見せつけられたら。絶対に自分はああされたくないって誰もが思うわよね。日本には晒し首だけでなく貼り付けだってあったでしょ。処刑場に高々と死刑囚を貼り付けにして、観衆の前で恥ずかしめられながら長槍でブスブスと刺されるのよ。次郎さんもわかると思うけど、槍でほんの一月二月された程度じゃ人は絶命なんてできない。腹部や胸部を貫かれれば、それは十分に致死的なことではあるけれど、ギロチンなんかのようにきれいさっぱり死ねるわけじゃないのよ。血がブクブクとあふれ出し、腹からは腸を引きずり出されて、肺に血がたまり、最後には自らの血で溺れ死ぬ。そんな緩慢な死を思えば、ギロチンなんて人道的な発明よね。そうそう、知ってる？
ギロチンってね、貴族のために生み出されたんですってよ。銃殺や絞首刑よりも、もっともっときれいにあっさりすっぱりと死ねるように生み出した、死の際まで特別扱いしてもらえる貴族のための処刑道具。フランス革命末期の恋愛を描いた、なんとか物語っていう白黒映画があるんだけど、ラストのギロチンシーンは圧巻よ。観衆の嘲笑を浴びながら、数珠つなぎの貴族たちが一列に並ばされて、次々と一台のギロチンで処刑されていくの。チョン。はい、次、チョン。はい、次、チョン。人間の死が、わずか一瞬で、ベルトコンベヤーの上の工場生産のように量産されていく。神父のお祈りも、最後に言い残す言葉も何もなしよ。ちょん。はい、次。ちょん。もうそんな一瞬の死じゃ見せ物にならないからね。誰も個人の死に感情を抱かない。観衆は一人の死を見てるんじゃなくて、何十人もの貴族が長ネギをスライサーで削っていくみたいに、手際よくちょんちょんちょんと跳ねていく。そのちょんちょんの連続性をショーとして面白がるわけ。それに比べたら、一人の人間をじっくりいじめ殺す方が、よっぽど個人を尊重しているとは思わない?そんな濃密な死と拷問で飾り立てられたのが、このお社様という存在なわけ。お社様という存在は結局、人間が生み出した偶像なの。その偶像は、恐怖で祭り上げられることで神聖化した。そう。人が法則や戒律で石垣を組み上げ、呪いやたたり、奇跡や恐怖の漆喰でそれを固める。それらを積み上げて積み上げて、雲の上にまで届く高みを作り、その上に建てられるのが神という存在なの。神は人が欲するゆえに人が生んだ人の手による存在。つまり、人が人を恐怖で支配しようと思った時に生まれる純粋な恐怖と血と拷問の結晶。それがここではお社様という存在になるのよ。つまり、神の世界へ至る階段は、神ではなく、人の手で作られていたことの証左であり、私たち人間をさらなる高みへ誘う指針を示して。違うのです。僕は、そんなのじゃないのです。羽生。僕は、人が死んだりとか、いじめられたりとか、そんなのは嫌なのです。みんなで一緒に仲良く楽しく暮らしてくれればいいのです。もちろん、僕たちが悪いところもいっぱいありますです。でも、そんなのを望んだことなんて一度もないのです。羽生は羽生よ。お社様なんてあなたとは関係のないことでしょう。違うのです。高野は嫌いです。嫌いなのです。いつも僕のことをひどく言いますのです。言いますのです。
何事なの？うん、さっき子供が遠くで飛び跳ねるような音が聞こえたんだよ。この建物の周りで子供が遊んでいるのかもしれない。そう？私には何の気配も感じないけれど。いや、確かに聞こえたよ。高野さん、ここへはお忍びで入れてもらってるんだ。リカちゃんの立場にも配慮して、もう少し静かに見学しないと悪いよ。富竹？周りに子供なんていませんですよ。そうかい？リカちゃんには聞こえなかったかい？僕は確かに飛び跳ねるような音を聞いたんだけどな。もちろん、僕も聞きましたですよ。遠くではなく、僕のすぐ後ろでドタンドタン跳ねていましたです。富竹には遠くに聞こえたでしょうが、僕にはすぐ後ろだったので、うるさいくらいでしたですよ。高野、西宮殿の中でお社様を怒らせるようなことを言うのは禁止なのです。お社様がとても怒っていますのです。その声が聞こえませんか？ごめんなさい。いささか調子に乗りすぎたわ。お社様もごめんなさい。人が崇めればそれは神。たとえ私が崇めなくても神聖は犯されない。面白半分に冒涜したことを謝るわ。お社様は甘いものが大好きなのです。僕を経由してお供えしないとたたりがありますですよ。お社様はシュークリームは最低でも3つ欲しいと言ってますですよ。僕が食べたいわけではないので誤解しないで欲しいのです。わかったわ。お社様のために美味しいシュークリームを三つ買ってくるわね。リカちゃんやサトコちゃんの分もいくつか買った方がいいのかしら？いえ、僕の分はいいのです。その代わり、どうしても聞いてもらいたい話がありますのです。何かしら？今日は西宮殿に入れてもらえるというわがままを聞いてもらえたんだから、それに見合うわがままには答えるつもりよ。僕が今から話すことを絶対に信じてほしいのです。どうしてとか、そんなバカなとかはなしなのです。だから絶対に信じて、運命に打ち勝って私を助けてほしいのです。
それはよかった。本当によかった。この度の成果は、個人的にもとても満足できるところです。入江先生の献身的努力の賜物ですわ。いえいえ、優秀なスタッフの協力があればこそです。すべてのスタッフに感謝します。これで完全治療の目処が立ったと言えるでしょう。まだいくつかの爪は残っておりますが、それは時間と予算が解決する問題です。それにつきましては、よろしくお願いいたします。しかるべき人員と予算があれば、おそらく3年以内。61年度までには、完全な医療体制を確立できると思います。今後の課題は、専門知識のない医療機関でも、容易に対応できるパッケージ的な治療方法の確立と、より安価で簡易な検査法の確立です。検査法に関しては、現在、入江先生が血液採取から潜在患者を発見する方法を研究中です。この方法が確立すれば、一般的な健康診断と併用できますので、相当の低コスト化を実現できると思われます。それは素晴らしい。現在の検査法は、だいぶ大掛かりで高コストですからね。いや、コストにまでお気遣いいただき、本当に感謝します。国民の健康は、すなわち国益のはず。それに予算問題を出すのは、本当に情けないことなのですが、削れるなら、1円でも安くというのが、当方の立場なのです。もちろん理解しています。治療法は確立したが、コスト的に不可能では、絵に描いた餅ですから。机上の空論でなく、実行可能な方法で考えるのも、我々の仕事です。あなたは医師として優秀なだけでなく、本当に尊敬できる人格者です。あなたとお会いできたことを誇りに思います。いえ、本当に拍手をいただくのは、すべての方を治療できて、いわゆる、お社様のたたりを完全に撲滅できた時です。それまで、どうか連帯して頑張っていけたらと思っております。こちらこそ。私も、入江所長の要求する予算が、限りなく額面通りになるよう努力します。どうか、引き続きよろしくお願いいたします。では、今夜のミーティングはこれまでといたしましょう。明日は、皆さんもお待ちかねのメインイベント、予算ヒアリングです。各自奮闘しましょう。いや、必要な予算なら、私も最大限配慮します。私は、本当は皆さんの味方になってあげたいくらいなんですよ。ですが、上に説明するのも、直接怒られるのも僕ですのでね。申し訳ございませんが、しぶしぶ厳格に審査させていただきます。どうか、ご協力をよろしくお願いいたします。それが富武さんのお仕事ですから、やむを得ません。どうか明日は、よろしくお願いいたします。では、本日はこれで解散といたします。あら、コーヒーを飲まない人もいるのね。せっかく会議用に認めさせたコーヒー代なんだから、ちゃんと飲んでくれないと、この分まで予算が切られちゃうのかしら？ひどいな。僕も仕事でいやいややってるんだよ。
ああ、高野さん。そのコーヒー、一本もらいます。じゃあ、僕ももらいます。すべて飲み切った方が、予算請求には都合がいいでしょうから。リカちゃんとサトコちゃんたちはお元気ですか？先週聞いた話では、サトコちゃんの検査結果が一時期良くなかったように聞きましたが。あれは取り越し苦労のようでした。急に暑くなりましたからね、体がびっくりしてしまったんでしょう。最新の検査結果では非常に安定した状態に戻っています。入江先生は、さとこちゃんには特に熱心ですからね。そんなことはありませんよ。医師たるもの、すべての病めるものには公平に全力を尽くします。そして私に感謝して、メイドさんになってくれれば、なお素晴らしいのですが。いやはや、なかなかそうはなりませんね。さとこちゃんを完全に治療できる方法があれば、本当に素晴らしいのですが、それはやはり難しそうですか。さとこちゃんのように一度でもレベル5に至った場合、幻覚症状の再現、いわゆるフラッシュバックに近い現象が起こりやすくなります。これは厳密には病気によるものではなく、精神の中に育まれる正常な防衛反応なんです。熱物に懲りてナマスを吹くということわざにもあるように、過去の経験を積極的に生かそうとする正常な反応なんです。つまり一言で言えば、心的外傷のことよ。しかも前頭葉に直接ダメージを受けていることが考えられるので、一般的な心的外傷よりもずっと繊細なカウンセリングと長期の投薬が必要でしょう。病気は治療できても心の傷は治せないということかい？心的外傷に苦しむ人は社会にも大勢いる。その中の一人に混じれるだけでも、かつてのさとこちゃんの症状を思えば奇跡的な回復なんだしね。糖尿病などと同じに考えてください。不治の病ではあっても、症状を抑えて元気に生活されている方も大勢います。さとこちゃんは今でも日に3度の注射を？いえ、だいぶ調子が落ち着いてきましたので、今は日に2度です。3度に比べれば、だいぶ負担は軽くなったと思います。最初はだいぶ嫌がったんだけどね。リカちゃんがうまくごまかしてくれてるみたいよ。ごまかして？さとこちゃんは生活資金の援助を受ける代償として私の研究に協力してもらっているということになっています。では日に二度の注射は自分の病気のためでなく、入江先生の研究の協力のためにやっているつもりなんですか？次郎さん、さとこちゃんに自分がどういう病気にかかっているのかを説明することはとても残酷な意味を持つのよ。前に話さなかったかしら？ああ、いや、思い出したよ。無神経なことを言って申し訳ない。富武さんもどこかで聡子ちゃんに会ったら優しくしてあげてください。そうですね。わかりました。リカちゃんは本当に強い人ですね。さとこちゃんと同じような境遇のはずなのに、あれだけしっかりと生活できるんですから。すべてリカちゃんとお亡くなりになられたご両親のおかげですね。多大なる理解と協力がなければ、これだけの短期間では治療の糸口は見つけられなかったでしょう。人道的でない実験にもよく耐えてくれました。ご両親の死をも乗り越えてくれた彼女の協力なくして、
今日の成果はありえません。なんとかその恩に報いてあげたいものです。そうですね、東京もリカちゃんとサトコちゃんが最大の功労者であることは理解しています。必ずや二人の協力に見合う感謝を示すでしょう。あらあら、私たちにはコーヒーフィルター代まで渋るのに気前がいいのね。だからそれをいじめないでほしいな。昨年の話は高野さんに根を持たれっぱなしだよ。でも私たち大人は彼女たちの協力に結局お金でしか報いれないのね。心で報いる方法があればいいのに。きっと心で報いる方法は日常の中にたくさんあります。それらを一つ一つ積み重ねていくことでいろいろな形でお返しができると思います。入江先生は、いえ、監督は日々そうしておられるようですわね。私もあの子たちに何か親切でもするようにしてあげないと。そうだよ、高野さんはそれでなくとも今日大きな恩をリカちゃんに受けたじゃないか。あ、いけない、明日の朝一でフィルムを現像に出さないと。ああ、本当に貴重な体験だったわ。歴史、文化、その息吹、本当に素晴らしい時間だったわ。そうだ、高野さん。今日の最後にされたリカちゃんのあのお願いだけど、どう思う？被害妄想だと思いたいけれど、本人だって明確な証拠は示せないって言ったわけだし。何かあったんですか？話だけを聞いていると、リカちゃんに良くない兆候が出たように聞こえますが。先週のリカちゃんの検査結果、私は極めて安定した良好な結果だったと思っているのですが、入江先生から見て、何か変わった所見は見受けられましたか？いいえ。今回もとても安定した結果でしたよ。サトコちゃんの検査結果が日本海の荒波だと例えるなら、リカちゃんは琵琶湖の水面のような感じです。二人の気象そのものですね。急性発症の可能性は？一体何事ですか？まさかリカちゃんに症状の進行が見られるというのですか？実は今日、彼女から私たちに依頼があったんですわ。自分の命が狙われているように思うので、身辺警護の強化を依頼したいと。そんなバカな。一体誰が彼女の命を狙おうなどと言うんですか？考えられない。リカちゃんは村中から愛されてるマスコットで、殺したいほど憎む人がいるなんて聞いたこともない。僕も正直眉唾だとは思っています。リカちゃんは自分の命が脅かされている根拠を何だと言っていますか？追跡妄想や被害妄想の類だとしたら、確かにレベル5の初期症状と言えなくもありませんね。夢で見たと。そういう悪夢にうなされてとても怖い思いをしたので、落ち着くまで身辺護衛を頼みたいと言うんです。あのくらいの年の子なら夢見が悪くて怖くなってしまうこともたまにはあるかもしれない。でも僕たちの立場上、それが単なる悪夢なのか初期症状なのかは慎重に判断する必要があるだろうね。わかりました。明日彼女には緊急検査を実施しましょう。問題がないことを祈ります。今のこの村で彼女より大切な人間は
存在しないのですから。何も問題がなければいいんだけどね。でももしそうだったとしたらどうしようね。次郎さん、リカちゃんはあれだけのものを私たちに見せてくれて、その見返りがあのお願いなのだとしたら、とてもささやかなものだとは思わない？身辺に不安を感じるという訴えをしてくれたんだから、私たちはそれに応えてこそ信頼関係だと思うの。これがお金でなく心で報いるということじゃないのかしら。そうですね。仮に訴えが彼女の言うように夢見のせいだったとしても、それに応えなければ私たちは彼女の信頼を失うでしょう。ある意味幸運ではありませんか。彼女に恩返しをする方法が一つ見つかったわけですからね。確かにおっしゃる通りです。それに彼女の訴えは私たちが当初から保証しているはずの権利でもあります。それでなくても私たちは彼女の安全を徹底的に守らなければならない。その通りです。それについては私ではなく皆さんの仕事ですね。どうかよろしくお願いいたします。わかりました。では高野さんの権限内でお願いします。東京から番犬を派遣するレベルでもないでしょう。フルでリカが夢にうなされたので派遣をお願いしますなんて言えませんものね。了解しました。山犬に最低4名の24時間警護を命じます。それはすごいな。私が上京する時の警護より厳重です。だってリカちゃんにはそれだけの恩を受けちゃったんですもの。そりゃもうすごい警護をつけるわよ。リカちゃんの暗殺を企むような奴らは絶対阻止。山犬の再生鋭を護衛につけるわ。大統領は撃ててもリカちゃんは撃てると思うなよ。たとえ相手が超 A 級スナイパーでも守りきってみせるわよ。にゃーにゃー。鬼ヶ淵村の神秘万歳。高野さん、何かいいことでもあったんですか。いや、その…なるほどね。うちも先日のみんなのおかげで売れ残りを、じゃなくて、いろいろとゲームを売ることができたからね。協力したいのは山々なんだけど。ええー、バッチャは叩き売りオークションが大人も子供も楽しめるイベントになることを大いに期待しております。ダメかな、吉郎おじさん。本家の大馬場様に期待されちゃうな。わかったよ、なんとか協力するよ。断ると大晦日にどんな嫌味を言われるか怖いや。すげえな、ミオんとこのばあさんって本当に偉いんだな。私は会ったことありませんけど、怖い人らしいんですのよ。シオンさんが言うには、趣味は人の生爪を剥がすことなんだとか。
それはしーちゃんが脅かしただけだよ。レナはみーちゃんのおばあちゃんをよく知ってるよ。とっても優しい人なんだよ。礼儀正しくしてれば。礼儀正しくないと怖いのです。あと敬語の使い方が間違ってる人にも怖いのですよ、ニパー。それは私には優しくないという意味ではございませんの。ゲイちゃん、話ついたよ。気前よく教室してくれるってさ。どうして村人はミオンの言うことを聞きますのですか。そりゃその崎本家の意向に決まってるじゃない。ミオンはその崎本家のお姫様だもの。誰も逆らえないわね。リカもフルデ本家のお姫様なのですよ。ありがとう。よーし、じゃあみんな手分けしてこれはと思うものを探してくれ。探し方のコツとしてはできれば大きいものの方がいいな。例えばトランプを一箱叩き売りしたって迫力がないだろ。でかいものの方が迫力があっていいもんな。つまり大きくて高いものを狙い撃ちなのです。任せなさいませ。そういうのなら大得意ですわよ。みんなお店のおじさんの顔色を見ながら選ぼうね。うわー、レナレナ見て見て、このぬいぐるみかわいいかわいい。あの、みんな、少しは加減してね。ケイチ君、これは何だろう。ブランコって書いてあるよ。ブランコって、公園のブランコ？重たい。ああ、組み立て式のブランコだろ。庭や室内に置いて遊べるはずだ。公園のブランコのようなダイナミックな遊び方はできないけどな。小さい子が遊ぶには十分だよ。まあ最初のうちは面白いんだけどな。そのうち飽きて使わなくなると、洗濯物を干すのにちょうどよくなるんだよ、これが。やたら例えがリアルなのです。ケイチは持ってましたのですか。前の家でな、小さい頃のクリスマスのプレゼントに買ってもらったことがある。何しろパッと見の迫力があるしな。いいチョイスだぞレナ。はい、ケイちゃん、これを貼っといて。後で町会の人に取りに来てもらうから。ケイチさん、これなんかいかがですの。家庭用プールでしたよ。ほ
ほう、それもなかなかいいチョイスだな。ミオ、こいつも押さえとかないか。ひなみざわじゃ水遊びがしたければ沢へ行けばいいからね。微妙じゃないかな。でも金魚さんのプリントがなんだか可愛らしいね。レナはこのプールあってもいいと思うかな？かな？私もあっていいと思いますわ。これだけたくさんの水が溜められればいろんなトラップに応用が効きますのよ。ダメだダメだ、却下だ。その威力を味わうのはどうせ俺に違いない。却下却下。ならこれはどうなのですか？ゾウさんの滑り台なのですよ。みー、これは僕も面白そうだと思いますのです。僕もお持ち帰りしたいのですよ。サトコが滑ろうとした瞬間に上からドンと押すと、サトコがコロコロと転がっていくのよね。ああ、想像しただけで楽しくなってきた。羽生もそんなサトコを見たいでしょ。リカはサトコに意地悪して遊ぼうとしてますのです。はぁ、それもいいね。お持ち帰り。はいはい、売約済み売約済みっと。おお、麻雀だ。どうしたの、ケイちゃん。あれ？何これ、吉郎おじさん。勤務時間に麻雀なんかやってたの？いやいや、違うよ。これはね。わあ、すっごい久しぶりだよ。もうほとんどルールは忘れちゃったかな。おお、レナくらいの女の子が麻雀を知ってるなんてすごいじゃないか。あ、ひょっとしてあれか？以前に部活の種目になったことがあるんだろう。去年の暮れでしたかしらね。もちろん私も大活躍でしたのよ。私の顔にはトラップが潜んでいましたよ。ミオン、お前な、裏若き女の子が4人も集まって学校で麻雀かよ。ちょっとケイちゃん、麻雀をバカにしちゃダメだよ。ひなみざわは豪雪地帯、村の冬の娯楽は麻雀一色になるんだから。こたつでぬくぬくみかんと麻雀、テレビからは紅白が流しっぱなし。風情があっていいね。そういえばここいらは豪雪地帯なんだったな。なるほど、こたつで遊べる大人のゲームといったら麻雀は土定番だよな。ケイちゃん、麻雀をバカにしちゃいけないよ。麻雀こそは男社会の潤滑よ。四角いジャングルを囲むとき、男たちは東なら青龍、西なら白虎、南は朱雀、北は玄武。普段の上下関係やいさかいを全部捨てて対等な関係で戦い合うわけよ。
その精神の尊さは古代オリンピックにも通じるものがあるってわけね。すごいでしょ。俺はそれよりもこいつがいつ部活に登場して罰ゲームが何になるかの方が怖えぞ。ケイチ君は麻雀わかるの？親父が好きでな。お客さんが来た時メンツが足りないと無理やり入れられてたよ。強いかどうかはともかくルールはわかる。不計算はできないけどな。それはそうと、なんでこんなところに麻雀が出てるわけだ？いやね、お昼に来たお客さんと話してたらツバメ返しができるって言うんで見せてもらったんだよ。なっ、ツバメ返しだって？麻雀史上究極の荒技イカサマじゃないか。古代中国にて伝説の達人が編み出したという中国拳法究極の技。その威力は宝具と同じとまで言われ、あまりの恐ろしさに時の皇帝によって葬り去られたと聞いていたが、いまだ使い手が実在したのか。ちなみにこれは親父の受け売りなので真相は保証しない。ツバメ返しって宮本武蔵だっけ？麻雀とどういう関係なのかな。手牌と山牌を瞬時に入れ替えてしまう大技なのですよ、ミパー。おいミヨン、なんでお前はこういう痛いけな子にそういう悪い知識を吹き込むんだよ。いやいやいや。はあ、見てみたいな。誰かやってみせてよ。リカちゃんはできるのかな？知ってるだけでできませんです。サトコが一時期練習してましたですよ。ちょっと待て、サトコ、お前その年でそんなのを練習するんじゃない。戦う前からトラップは始まっているなんて雰囲気は確かにサトコの得意としそうな雰囲気だね。相手が圧勝におごり油断した最後の勝負で仕掛けるのこそ最高のトラップタイミングなんですのよ。で、サトコは結局マスターできたわけ？練習はしてたんでしょ？実戦ではとても使えませんわね。練習でほんの何度かできたことがあるっきりですわ。へえ、見たい見たい。さとこちゃん、やってみせてよ。みー、僕も見てみたいのです。仕方ありませんわね。失敗しても笑わないでくださいませよ。サトコはそんなすごいことをできるのでしょうか。さあどうかしらね。成功すればすごいし、失敗しても可愛いし、照れてるサトコが可愛いから、私は実は成功失敗はどうでもよかったりして。まずはですわね、あらかじめ山の牌に欲しい牌を仕込んでおくことから始めますのよ。なるほどね。それと手牌を一気に入れ替えちゃおうというんだね。でもどうやって？手品なの？だからね、手牌と仕込んだ牌を一気に入れ替えちゃうわけよ。ぜひ実際にアニメーションか何かでご覧に入れたいシーンなんだけどね。文章での中継なのでそのあたりは想像で保管してください。
ミーが誰に喋ってるのかわからないのです。と言いつつ、カメラ目線なリカちゃんもな。で、では行きますわよ。さ、いよいよここからだよ、サトコ。自信がありませんけど、行きますわよ。というわけで、ここで麻雀の詳しくない人に、いかに山牌をつかむのが大変かを説明しよう。自分の手牌は通常13牌だ。この程度の数なら、両手でうまく押さえつけるように持てば、宙に持ち上げることだってできる。不慣れだと失敗してぶちまけてしまうが、そう難しいことではない。だが、山牌はそうはいかない。山牌は基本的に17牌ある。しかも2段積みなのだ。しかもここからが肝心。17杯かける2段を丸ごと動かせばいいわけではないのだ。上段は17杯全部を、下段は端の4杯のみを移動させなければならない。これを先ほど山の向こうに置いた手牌13杯にかぶせることで、手牌は山の中に埋もれ、さっき山牌を移すときに残した下段の13杯が自分の手牌として残るのだ。これこそ積み込み技の究極と言われるゆえん。全13杯を丸ごと全部入れ替えてしまう大技なのだ。サトコ、しっかりなのですよ。やっぱり無理でございますわね。こんなのなかなかできるものじゃありませんわ。ふんふん。でも要領は今のとミオンの解説で大体わかったぜ。ちょっと俺もやってみる。レナも挑戦してみよう。今のうちに覚えておかないと後で大変そうだからね。僕も挑戦しますです。一見するとルールを知らない子供たちが麻雀牌で遊んでるように見えるんだけどね。その実態はツバメ返しの練習だってんだから。私の部員たちは実にたくましく育ってくれたもんだよ。手が不器用になった気がしますわ。悔しいですわね。最初の13杯を持ち上げるのも難しい。はぁ、いいかレナ、両手の小指で挟み込むんだよ。そうそう、力を入れすぎると弾けるぞ。かといって力が足りないとうまく持てないしね。その塩梅を得得する。
初の13個をうまく持てましたのです。おお、やるじゃねえか。なんだよ、リカちゃんが一番リードしてるぞ。負けられねえ。リカも器用なのです。続きもうまくできますのですか？なかなか難しいわね。でも誰よりも最初に成功させたいっていう気持ちはある。だって今はそういう遊びなんだからね。続けていくわよ。くそ、リカちゃんが一番乗りになっちまうのか。次の入れ替えができればいきなり成功だね。次は牌がいっぱいあるから大変。頑張れなのですよ。リカ、正念場でしたよ。やっぱり横に17杯もあると、それだけで難易度は急激に高くなるね。僕が一番に成功させますです。きっとできなかった人には罰ゲームがあるに違いないのです。なんだってミオン、本当か？どうしようかね。やってないのにずるい。ずるいという暇があったら練習あるのみでございますわよ。なんだか大変なことになってしまったのです。羽生、やっぱり今回の世界は何かが特別。もちろんそれは個々にはいずれもあり得ることばかりなんだけど、それらがみんないい方に流れている偶然が奇跡的。そもそもリカの運命が今まで不幸続きだったのです。たまにはために貯めた幸運を放出してもらわないといけませんのです。違いないわね。なら私はもうこの世界でできる努力はないということなのかしら。わかりませんのです。その時が訪れてみるまで何もわかりませんのです。ありゃ、何ですかこれは。これはこれは、おいしさんじゃありませんか。勤務中にこんなお店に入っていいんですか。
どうもどうもこんにちは。今日は非番ですからご安心を。今日ってところね。今日がどうかしましたか？はて。いえね、麻雀のマットを丸めてだいぶ長いことしまっていたせいですっかり反り返ってしまったんです。こたつの板裏もすっかり緑の布が剥げちゃってて使い物にならず困ってたんですよ。ほう、雀荘じゃなくてご自宅で麻雀ですか。優雅な休日の過ごし方なことで。大方妙なゴロとトラブルでも起こして出禁でも食らったんじゃありません？まさかまさかご冗談を。公僕たる者は遊技場でも紳士でなくてはいけません。そんなトラブルなんて起こしませんよ。それはさておき、皆さんも麻雀ですか？若い方は麻雀なんかできないと思っていましたよ。我が部の精鋭を侮ってもらっちゃ困りますね。およそ勝敗のつくものなら種目は問わず、どんな登場であっても背中は向けないのだ。それがたとえ麻雀、パチンコ、競馬、競輪、競艇、果ては書道、聖火、ゲートボールまで何であろうと。最後には足を踏み外すと下が溶岩や濃硫酸とかになってるところで戦わされそうなのです。大丈夫だリカちゃん。その登場は仮に死んでも単行本が 2,3 冊も進むとひょっこり生き返れる。圭一さんとリカが何の話をしてるのかさっぱりわかりませんわね。はってこれはどういう場ですか？まだ山を積んでるところですかね？いえ、違うんですよ。ツバメ返しの練習なんですよ。ツバメ返しの練習ですか？いやはや。この人なんだよ。さっきお昼に来てツバメ返しを見せてくれた人は。実践じゃできませんがね。まあ芸の一つですよ。大石さんでしたっけ？ぜひやってみせてくださいよ。俺ぜひともその技をマスターしたいんです。というかマスターしないと今年の冬の部活がヤバそうなんですね。いいですとも、お見せしますよ。あなたは、間違えたらごめんなさい。前原屋敷のお坊ちゃんですかな？あ、すみません。はい、そうです。引っ越してきたばかりの前原啓一です。こんにちは。あれ、啓ちゃんは初対面？こちらはね、警察の大石さん。渡流市の実行委員会にも警備の顧問として参加してるから、そのうち実行委員会の席で会えるよ。そうそう、聞いてますよ。なんでも相当元気のある方だそうじゃないですか。叩き売りオークションの司会はあなたしかいないと皆さんおっしゃるんで、どんな方かお会いできるのを楽しみにしていたんです。しかし司会とは責任重大だ。よく引き受けられましたね。実に勇気と度胸があります。ああでも引き受けたからには頑張りますんで、よろしくお願いします。前原啓一と申します。どうかよろしくお願いします。
ほう、元気なだけでなく礼儀正しい若者ですね。お若いのに感心です。私は沖宮署の大石と申します。なんならクラちゃんでも結構ですよ。では大石は僕の席でやるといいのですよ。お、これはすみません。ではちょっくら失礼させていただきます。柔道家は相手の帯の結び方を見るだけで段を知るっていうよな。まさにそんな感じっすね。ね。はいを積むだけで褒められちゃうとなんだか照れちゃいますね。はい、では皆さんよろしいですか。参りますよ。それちゃっちゃっちゃっと。はい、こんな感じですね。すげえです。マジで感動しました。あの、俺に教えてください。もう一度、もう一度スローで。いいですよ。では私の真似をしてください。本当はスローの方が難しいんですがね。指の使い方なんかをよく見ておいてください。特に小指に注目しててくださいよ。まずこうですね。ここまではわかります。それからそれから、そこでこう。いえいえ違います。持ち上げなくていいんです。前へスッとせり出す感じです。でも押すのとは違う。ホバークラフトのようにほんのわずかだけ宙に浮かしてスッと。ホバークラフトのような気持ちでほんのわずかだけ宙にスッと。あ、くそ。力は入れなくていいんです。実際は音をさせたらもう失敗なんですからね。無音で忍者のような気持ちでスッとやります。忍者の気持ちでスッと。もう一回やります。見ててください。なんだか圭一くんと大石さんって仲良しになれそうな感じがするね。やっぱり男同士だと通じるものがあるのでございましょうね。石が仲良しなんて僕も初めて見ますのです。でしょうね。私だって初めてだもの。これをどう受け取ればいいのかしら。大石が現れた時、運試しは今日だって思ったのに。いらっしゃいませ。あ、
いたいた。大井さん、買ってきましたよ。ああ、赤坂さん。ご苦労様です。お店すぐに分かりましたか？申し訳ありません。すっかり迷ってしまいました。親切な郵便屋さんに声をかけてもらわなかったら、今頃どこまで行ってたやら。ですか？ということはやっぱりリカちゃんだね。え？知り合い？赤坂さん、フルデさんと面識があったんですか？これは驚いた。久しぶりだね。少し伸びたんじゃないかな。赤坂こそ、なんだかたくましくなったようなのです。どうしてまた雛見沢に？子供を両親の家に預けてね。家内と二人で旅行に来たんだよ。家内？うん。君は家内の命の恩人だからね。わからないだろうね。赤坂さんはもう本当に素晴らしい愛妻家さんでしてね、5年前でしたっけね、沖の宮にまではるばる出張に来られたのに、入院中の奥さんのことが急に寂しくなっちゃって仕事を放り出して東京にとんぼ返りした豪のものなんですよ。いやいや、愛のなせる技です。はう、奥さんとラブラブ、なんだかちょっぴり素敵かな。あの時リカちゃんが東京に帰らないと良くないことが起こるって言ってくれたじゃないか。どうしても不安になってね、ゆきえの病院に戻ったんだ。そしたらその日に屋上への階段で清掃員の事故があったって言うんだ。だから、リカちゃんはユキエの恩人なんだ。私はそんなバカなって言ったんですけどね。赤坂さんは女房の恩人に間違いないって言って聞かないんです。今回もあなたにぜひ会いたいって強く要望していましてね。確かに、リカってたまに予言じみたことを言いますのよね。さすがはお社様の生まれ変わりだね。おっといけない、もうクマちゃんも佐藤さんも来てる時間ですね。赤坂さん、ちょっと急ぎ足で参りましょうか。では前原さん、この続きはまた今度にしましょう。
その時はもっと実践で使える技をご教授しますよ。ええ、ぜひよろしくお願いします。じゃあまたね、リカちゃん。あ、赤坂はいつまでこっちにいるのですか？綿流しのお祭りまでいるつもりだよ。長すぎる夏休みだろ。有給消化率が悪すぎると庶務から怒られてね。山が一つ終わったんで、室長から長期休暇を許されたんだ。お祭りにはきっと行くよ。聞くところによると、だいぶ盛大なお祭りになったんだそうだね。そうなのですよ。赤坂の時のようなただの酒盛りではないのです。赤坂さん、行きましょう行きましょう。君は雪への恩人だ。借りはきっと返すよ。きっと君の力になる。あれから5年、体も鍛えた、経験も積んだ。あの時のような無様な真似は絶対晒さないよ。きっと君の力になれる。羽生、これも想定内の幸運なのよね。あんあん、今回はいろんな運命がリカに味方をしているとしか思えないのです。思えばおもちゃ屋での部活の日、魚釣りゲームという運命を覆した瞬間からもう世界は変わっていた。私の戦おうという意志の強まりが運命を揺るがしているということ。今度こそ、今度こそ。ファイト、王なのですよ。見てなさい、今の私の力なら、あんな連中、ひとひねりにしてやるわ。困りましたわね。おまわりさんを呼ばないといけませんわよね。大丈夫ですよ、さとこ。僕にお任せなのです。リカ?リカ?消え失せろ、三下ども。私の運命を
その程度で邪魔立てできると夢にも思うな。別にないわよ。でも、今の私の強さなら、こんな障害は物の数じゃないことを証明してみせるの。この程度の運命にも勝てない運気なら、今回も死の運命になど打ち勝てるものか。兄ちゃん、話したったん。相手は子供やんね。暗示を堪忍してえな。なんだよ、てめえは。俺たちは喧嘩を売られたんだぞ。お前らなんざ用はねえよ。まあまあまあ、そっちで話そうやんね。ほらほらほら。大丈夫ですか？リカさん、ありがとう。なのですよ、助かりましたです。皆さんはもう行ってください。あとは私たちが処理します。どなたか知りませんが、ありがとうございます。あの、本当にお任せしちゃっても大丈夫ですか？ええ、気にしないで。皆さんは早く行ってください。本当にありがとうございます。うちのケイチさんが無様で申し訳ありませんわね。じゃあ行こう、みんな。